どうもニューヨークです、お願いします、はい、さあ今回はですね、今から電話をしまして、はあ、人生で一番高い買い物なんですかって聞きまして、芸人に電話して、はい、で、3人に電話して、それの合計が安い方が勝ちと。だからいかに人生で金使ってないやつをチョイスして電話をするかという企画です。だから多分企画の性質上もう売れてる人は出てきません今回無名の若手の方が多分有利なんでね、でも意外と俺らも本当に物欲ないタイプだから、うん、何気に10年目までくらいに人生で一番高いもんなんだったろうと思ったら、あ、俺がだから覚えてるのは最初に M1 決勝決まって、うんうんうん、8万のダウンジャケット買ったんですよ。 それが今まででダントツで高いから。そしたらアベマンの恋愛リアリティーショーで撮る高校生が同じの着とったよね。そう、全く同じの着てて俺はもう膝から崩れ落ちとったよM1 決勝行く前は、うん、ダウンジャケットなんかもう夢のまた夢や、夢のまた夢、意味わからんのやから、アウターに10万払って意味不明。8万もね、1万であるんよ、だってあったかい服、うん、今までの人生で全然金使ってないやつに電話しましょう。いやどうしよう、誰かな。俺から言っていい？どうぞ。じゃあ琴羅の福井に電話するね。いや、いいんだな。福井は意外と年齢いってるからね、うん、そうやねんな、だらしないやつやから、まあ、ただただ金ないだけやと思うね、あいつ。なんか大金はたいたとかじゃなくて。お疲れ様です。お疲れ。福井ごめん。はい。今何してた？今あの桜花賞見てました。ごめんごめんごめん。さすがだ。え、終わったもん。はい。あ、終わりました。どうやった？1万勝ちました。おお。すごい。最高やんじゃん今。はい。はい、福井って今何歳？今33です。33？うん。この33年間で、はい、一番高い買い物って何？高い買い物。まず何買ったか教えて。ギターとか。おお、エレキ？アコギ？あ、俺もギター。いや、アコギです。アコギ？ギター買ったわ、大学の時。アコギいつ買ったんそれ？結構前ですね、10年前とか。福井が何時代？大学生？まだぐらいの年齢ですね。フリーターみたいな感じ？あ、そうですそうです。その時に買ったアコギが一番高い。はい。人生最高。さあ、じゃあ値段覚えとる？あの、大体。うん、いいよいいよ、うん、じゃあお願い、発表して。11万です。うわ、結構高いぞ。ほう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 。俺のギターと一緒だ。いいやつやん、アコギの11万。それなんで買おうと思ったん？それまでギター、安いギターだったんで。ああ、ちょっとええの買おうかなみたいな。はい。なるほど、ありがとう福井。11万ね。いい。はい、また頼むわ。はい、ありがとう。大花賞で1万買った福井でした。いやー素晴らしい、ね、やばい11万は。てか俺も大学の頃ギター買ったわ。何？同じくらいの値段の15万。15万いってないけど15万くらいしかも。エレキギター、はい、ギブソン SG SG やっぱギター世代だから、学生の頃ギター買っちゃうのよ。あ、ギターはちょっと盲点やったな。さあ飛ばしていくか。お前ちょっと、柴田くんなの？ちょっと待って。飛ばすよ。パティは買ってないよ、高いもの。お前ずるいよな。ずるくねえよ。何がだよ。でも逆にチャパティ以外使い物にならんからな、この企画は。ワッキャイと豚汁は高いっしょ。はい、お疲れ様です。お疲れ、チャパティ。はい、お疲れ様です。ごめんね、何してる？いつですか？今何してた？あ、いや、今何もしてないです。あ、本当？今さ、実はさ、YouTube 撮っててさ、電話させてもらってんの。はい、はい、いい？あのさ、チャプティちょっと質問あってさ、チャプティ今いくつだっけ？28です。28年間で28年間でチャパティが今までで人生で一番高い買い物何か教えてほしい。うわ、一番今までで全部、ま、何買ったの？何物？ああ。これはいい。28年間では
28年間電話あってない。お前現世以外もあんのかよ。もう鉄洗濯機。あ、違うわ。あ、お違う、洗濯機より上やぞ。そっか、あれでした、あのレコーダー。え、レコーダーって何？あ、あ録画する DVD レコーダー。あ、そっか、 DVD レコーダーか。はい、それいつ、はい、いつ買った？5年、6年前です。ああ、なるほど。え、そのレコーダーいくら？値段はちょっとわかんないんですよ。資格、資格、資格です。おかしいじゃん。俺高い買い物教えてっつってジャマティ。ネットでね。値段分かんなかった。負けです。ジャマティ。ジャマティ。俺質問聞いてた。俺高い買い物教えてっつったんよ。そしたら値段教えてくんないと。値段分かるものじゃないと、その質問の返しになってないからよ。ああ。大体でもいいから分からない。今チャパティあるそこの目の前に、そのレコーダーは。あります、あります。はい、ちょっとじゃあメーカーと型番みたいなの教えて、こっちで調べるから。あ、東芝。東芝レグザ。うん、でも当時だもんね。しかも当時だ。まだメーカー希望価格がいくらかでいいんじゃない。 DBR うん、 W1008 です。1008。さあどうだ、出た。忘れちゃうか。もう忘れちゃうよな。なんでそんなチャパティ A レコーダー買おうと思ったん？2番に同時録画ができたんですよ。ほうほうほう。できるんですけど、うん、それですね、それが決めてですね。うん、おそらくですが、うん、4万5000円ぐらい。4万5000円ぐらいやったかな。おー、おーじゃなくて4万5000円くらいだった感じか。5万以上はない。なんか5万とか6万な気もしますね。あほんなら5か。じゃあ5万ぐらいしとく、チャパティ。チャパティが決めていいよ。確かに。もうなんとなく記憶で。うん、6万です。ちょっとでもお前。ありがとう。ありがとう、ありがとう。嬉しいよ。でも6万つってるから、チャパティ。6万ね、チャパティ。はい、オッケー、はい。ありがとう。いや、マジありがとう、チャパティ。はい、ありがとうございます。なるほどな。やっぱ家電は、するもんな。かやばい、でも5万俺のが多いね。チャパティはお前逸材だな。いや、でもチャパティもちゃんと、やっぱチャパティ映画好きだから。新藤辰巳。怖くなってきた。めちゃくちゃ先輩よ。年齢で言ったらもう40いってるよ。回ってるよ。怖え。うわ、でもある、あるな。怖え。でも新藤辰巳って人生で何買うた？一番高いもん。興味が勝ってきた。いや、興味勝るな、確かに。出へんかな、うん、一回お電話させてもらおうかな。うわぁ、ちょっとしてみるわ。行った、怖え。出へんか。そうね、まあね。田中風太行ってみますか。あ、田中風太やったら使ってないと思うんやね、一切。あ、もしもし。あ、もしもし、田中ごめん。お疲れ様です。ちょっと今 YouTube のさ、企画で電話させてもらったんやけどさ。あー、はい。大丈夫今。お疲れ。ちょっと外歩いてるんですけど、大丈夫ですかね。あー、全然全然。田中が大丈夫なら。大丈夫ですか。いい？あー、全然大丈夫です。何してたん？いや、普通にブラブラ。え、もう、大丈夫もらえない。外歩いて時間潰してんの？あー、もう僕今、外歩いて時間潰してます。あ、ちゃんとなんか、天気のいい日とか散歩したいタイプなんだ。そうですね、散歩、運動と兼ねて。ちょっとね、あの質問ないが、あの田中風太、今何歳だっけ？あ、28、今年8の年ですね。8か。28年間で一番高い買い物って何買ったか覚えてる？覚えてます。お、物は何？
中古の軽自動車です、ね、うわはーやべーあれいつそれいつ、社会人3年やったけどその時に社会人やってたっけ田中ってはいやべー岐阜で社会人やってました岐阜でやってたん僕長崎から一回岐阜に行って岐阜で社会人やってましたお前マジで謎の経歴やなえ、何の仕事してたっけ家具の会社に家具営業、はい、製造ですね、家具の製造ちなみに、いくらですか55万円ですうわ死んだかもしれんいや、人生で一番高い買い物のやつ聞いて3人の合計安い方が勝ちっていうの今やっとってさはい田中風太やったらいけるやろうと思ったらお前めっちゃ絵の凍てるやんすごいわ高い方なんすかこれは高いやろそっか社会人やってたからか強えな、ね、なるほどなそうかそうかまあまあまたじゃあちょっとまた話聞かせてありがとうございますありがとうねありがとう失礼しますお疲れもうこれは勝負ありだねうわドボンやなあいつはもうとどめ刺すわ千葉語いや、分からんで、人生経験豊富やからあと芸人辞めとった時代あるからあいつあれそうだっけうんあの、家に、家のこと助け取った時あってそうやっぱ人生で一番の買い物10万切るってすげえよチャパティお疲れ様です千葉すまん大丈夫今はいあ今ちょっとだはい今ちょっとライブ中ではいすいませんあライブライブだったらあれはい、はい、出番は出番あと2番ってぐらいですねあじゃあもうすぐ聞こうあ千葉ごめんまたさごめんななんだもん YouTube なんだわあはいあお邪魔しますすいませんマジごめんなまた YouTube ちょっといい今千葉さ何歳だっけ今38ですね今年はいあ千葉上か今37ですねそうか、うん、さっき聞いた38年間でさ、うん、一番高い買い物何かな一番高いか一番高い買い物は T シャツですかねええ、はい、一番高いかも一番高いかもいいやつえ全部合わせてる一番高い多分一番高いのそうですねなんかいいやつですよ。いくら？2万とかだと思います。ちょっと待ってよ。マジで？マジ？それが今そのすべての人生の中で、は？一番高い買い物の。人生で、いやで人生ですよね。もちろん。その家具とかさ家電とか全部ありやで。家具？とか家電とか。そっか、ルームシェアしてたもんね。ジャンバーとかさ、ジーパンとか。その婦人服というか、なんかそのフリマとかで買ってますから、どうなんすかね。一番が T シャツの2万か。とかで1000円、2000円とかなの。あー、なるほどね。とんでもないわ。その T シャツだけちょっといつ買ったのそれ。いや、それが高校の時。高校の時。嘘っしょ。プロテインとかも。あ、そうか。10キロとか買うんですけど。10キロ開封済みのやつ買ってます危なくねえかそれ大丈夫かいやいや開封済みのプロテインメルカリで買ってんのあそうです開封済みの、まあ、アミノ酸とプロテイン買ってますかっけえよやっぱ千葉お前かっけえよ高いんで何度か出てもらってる今度本当に、ま、マジ飯行こういい飯行こうなんか2万くらいする飯食い行こうはい分かりましたごめんよ出番前に千葉マジごめんありがとうねはいすいませんありがとうもう背中見えんわお前のお前2人合わせて8万2千円何してんの逆にこれよやっぱ芸人っちゅうのは若手芸人っちゅうのは千葉郷38歳でお前人生で一番高い買い物2万2千高校時代のね T シャツ売れてくれマジですごいやんもうやる意味あるもうあと一旦あるけどじゃあやっとくじゃあ 2万以下見つかったらお前の勝ちでいいわなるほどなじゃあ俺から言っていいっすかはいもう一人そうしようかうんノブキュンしようかな
寝起きがする。ちょっと行ってみますわ。はい。お疲れ。ごめん、今大丈夫？あ、大丈夫。何してたん？あ、今ちょっと写真撮ってますか。あー、マジだ。あ、休みか、今日。いや、また夜のライブです。昼に寄せがあって。いい？今、ごめん、ちょっと YouTube 撮っててさ。はいはいはい。どう、パチンコは勝ってる、負けてる？いや、全然、もみもみしてます。そうか。今、ナブキヨ35やろ。35です、はい。人生で一番高い買い物を教えてほしいのよ。自分のお金で買ったってことですよね。そう。大学。ほうほう。大学ね。大学入って、うん。めっちゃバイトして、おお。やばいんじゃない？うん。買ったあのポール・スミスの財布ですか。あ、ポール・スミスの財布な。ポール・スミスな。うん。はい。それいくら？うわ、3万。ちょっと待って、ちょっと待ってくれよ。おい、ノブキヨ。本当か？え、お前10万のもんとか買ってないの？いや、10万のもん。え、その後芸人になってからさ、その財布は更新してないの？はい、あの、阿部浩二さんにもらったりとか。え、もっとなんか冬のアウターとかさ、なんかわからん、冷蔵庫とかさ、テレビとかは？まあ、僕全部もらいますね。え、3万以上使わずに一撃で生きてきたってこと？そうっすね。どうなってんねん、16期は。ポール・スミスでもちょっと安い方じゃない、それ。3万ちょうど。はい。だから確かにポール・スミスでも安いよ、ちょっと。え、だから芸人になってから それを上回る買い物一切してないってことだ。今まで13年。そうっすね。もう引っ越してくれ、ほんと。いや、さすがだわ。え、そんな気はしてたけど。そうか、そうか、なるほどね、はい。でもパチンコで5万とかは負けたことあるやろ？あ、パチンコ、はい、2人15万くらい負けたことある。なるほどな。いやありがとう、マジで。はい、正直言うとポール・スミス3万はちょっと、実は2万7000円くらいやったんすあ、持った？ちょっと持ち合わせ恥ずかしいかもなと思って。あ、2万7000円で正式には。はい、正式2万7000円。いや、今度千葉ゴーと一緒になんか食いこう、飯。うわ、マジで、うまいもんお願いします。いや、ちょっとありがとう、マジで。頑張って、パチンコ勝って。あ、頑張ります。はい、頑張って、はい、ありがとうな、マジで。ありがとう、はい、ありがとうございます。ちょっとレベルちげえわ、お前の。レベルちげえかな、マジで。全部出しても福井のギターに負けてるわ。レベルちげえから、こっちは。チャパティじゃなかったわ、16期だ。俺はもう、チャパティじゃねえから、本物はゴーとジュンだから。チャパティだってまだ可愛いよ。2人合わせて4万9000やぞ、お前。人生最高の。チャパティの DVD レコーダーにも勝ててない。人生最高の買い物がだからな。ほんと、あいつらがなんか10万ぐらいの買うロケ見たいな。あいつらに10万渡すだけでさ、もっとドラマティックなもん撮れるんじゃねえか。いやー、ちょっと進藤さんが今電話できるということなので、お、聞いてみましょうか。もし2万2000切ってたらもういい？いいでしょう。あ、お疲れ様です、進藤さん。あ、お疲れ様です。すいません、お忙しいところ。はいはい、ちょっとお疲れ様です、進藤さん、嶋佐です。今 YouTube の企画でお電話させてもらったんですけど。はいはい。進藤さん今 おいくつでしたっけ？僕45っす。45ですよね。その進藤さん、人生45年間で一番高かった買い物とかって覚えてますか？一番高かった買い物か。いいですよ。ええー、いい入り。なんだろう。靴？靴かな。靴ですか？いつぐらいに買われた靴ですか？僕が
ファッションに探求心が高い時だから20代ぐらいだと思います。あ、その時は結構ファッションのものを買ったりしてたんですか？そうですね。今はもうシンプルで、もうパーカーとジーパンみたいなスタイル、もう毎日そんな感じですもんね。そうなんです。だからどんだけ派手な服を買ってお金かけても似合わないことに気づいて。あー、身長高いのにな。結局ジーパンが一番似合うっていうことでですね、結局今にたどり着いた。なるほど。アパレルは熱いからね。その靴が本当に今進藤さん覚えてる中で一番人生の中で高い買い物ですか？そうす、6万ぐらいかな。おー、いい靴。6万か。いい靴だ。いや、いい靴だな、6万は。ブーツ的な。ブーツ。あー、あー、よかったよかった。6万ですか？はい。あ、それ以上はもうないですか？家電とか家具とか。確かに、どうし家電、あ、でもちょっと低いのでこたつとか。あ、ブーツより低いんすか？こたつは5万なんですよ。あー、いいこたつや。テレビとかは？あ、テレビは人からお金借りて買ってるか、なんか自分で買ったって印象なんか。あ、まあ、でも確かにもっとするかもしれない。あ、お金借り、人から金借りてテレビ買ったんすか？テレビ見たくてしょうがなくて、知り合いから10万円借りて、分割で1万円ずつ返してる最中なんですよ。最中？今？今返してる途中です。今あとおいくらぐらいあるんですか？あと5万円です。いや、全然まだあるよ。あ、わかりました。すいません、進藤さん。突然お電話させてもらって。はい、いえいえいえ。ありがとうございます。ありがとうございます、進藤さん。またぜひお願いします。はい、あ、またお願いします。お疲れ様でした。いやー、一瞬焦ったけど、いや、進藤さんもやっぱなかなかすごいね。45年生きてて、要は学生時代のそれこそ、確かにな、ブーツだからね。いや、もう圧勝ですね、チームで言うと。あなたは 10.9 万、僕72万ですから。ということで、はい、ご協力いただいた皆さん、そしてご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。